照英 TV プレゼント企画、肩、肘痛の予防、軽減、ブレイスレボ投球サポーターを5名様にプレゼント。投球時の内旋、海内の動きに注目。サイズは当選後に選ぶことができます。詳しくは詳細動画をご覧ください。はい、どうも、有吉です。ヒロトです。はい、お願いします。お願いします。はい、ということで、はい、本日ね、さて翔平さんまだ来られてないんですけれども、その前にちょっと僕らで検証じゃないですよ。まあね、まあ検証か。検証なのか。検証です、ね。はい。ちょっと翔平さんといえば何？スライダーですね。まあそうね、はい、鬼スライダーね。はい、代名詞でね。今まで、ね、数多くスライダーの動画上げてきました。はい。で、現に教える動画っていうのは、教えててみんな投げれたじゃないですか。投げれてました、ね。まあ唯一アワちゃんだけちょっと微妙だったけど。それぞれの、まあ、感性とかあるので、はいはい、合う合わないとかもちろんあるのでね。大体の人はまあ投げれました。翔平さんのスライダーはドアノブスライダーね。ドアノブスライダー。はい、鬼スライダー。まあ、教えて投げれては来てるんですよ。動画でそれ出してます。僕らが動画を見て、視聴者目線で投げれるのかどうか。はいはい。なるほど。動画越しで通じてるのかどうか。っていうのを検証していこうかなと思います。はい。で、まあ、ヒロトね、スライダー持ってます。正直言うと。持ってます。ヒロトのスライダーは、でも、翔平さんのスライダーではない。なるほど。普通の自分で、考えて、まあ、生み出したスライダー、はい、じゃあね、それと別に翔平さんの動画を見た上で翔平さんのスライダーを投げたらそれで投げれるのかどうかっていうのをちょっとやっていこうかなと。まあ、なんで普段ヒロトが投げてるスライダーをまず投げます、はい、その後に翔平さんのスライダー、ドアノブこういうやつね、こういうやつそうをちょっと見ていこうと思います。はい、はい、じゃあちょっとね、こっちでその時の映像をバーンと流して僕らは僕らでね、はい、見てるので、はい、はい、じゃあちょっと動画見に行きましょう。はい、はい、で今回見るのがこちらの動画です。こちらです。はい、サムネがこっちに映ってますね。はい、はい、この動画をちょっと見ていこうと思います。はい、はい、おいどうも、翔平TV です。あ、本日は結構コメントが多かったファイナルカットだ、今日やろうと思って。ファイナルカット3、4年前ぐらいですね。投げ方をやっていきたいと思います。僕ね、スライダー3種類、そうそう、3種類投げ分けてるんですよ。まあこれあれですね、アッパレ線、後ろで向こうさん見てますね。めっちゃ分かってんねん。やば、何これ。お話ししておくんですけど、僕は一回肩を壊して、もともとオーバースローだったんですけども、肩を壊して今はスリークォーター気味になってます、うん、スリークォーターね、はい、スリークォーター気味になってまして、だからオーバースローの人が自分と同じ投げ方をして、まあ、投げれるかちょっと分かんないですけど、はい、今のところ自分は、うん、まあ、ヒロトは若干オーバー気味か。オーバー気味、縦に体を使う感じですね。投げれるんじゃないかなっていうふうに。縫い目が。この丸いところ。丸いところ。ね、うん。ここね。縫い目。ぐわっと曲がる。ぐわっと曲がるスライダーに関しては、こう持ちます。ここ。はいはい。ここの丸くなる。ストレートをずらした感じですね、ちょっと。うん。この縫い目に対して、ここに、斜めに。斜めここに、なるほど、縫い目に沿ってね、斜めに、あくまでこれは僕 の、 持ち方なんで、あれですけど、ここに持つんですけど、縫い目の真上ではなく、縫い目の内側に、内側、縫い目の内側と、人差し指のこの中指側、はいはい、ですね、腹の部分を使って、接地します、こういう感じ、で、引っ掛けます、引っ掛ける、最初から引っ掛ける、引っ掛ける人もいると思うんですけど、僕は外側ですね。でこの中指も、まあ、一応なんかこう添えるぐらいですね、添えるぐらいこの縫い目にこう触れるぐらい、触れるぐらい持ちます。一番すごい重要なのが親指なんですよ。親指縫い目、まあ、こう持つじゃないですか。僕はこうですね、はい、こう持った時に親指をここに持つんですよ。こう、はいはいはい、横にね、こう持っちゃいました。はい、こうやって薬指小指はそんなに意識はしないですけど、基本的にこう引っかかんないように結構下にギュッと下にギュッと、こういう感じ。薬指とかの方をむしろ人差し指、親指の裏の感覚と一緒ってことだね。僕はベタってくっつけます。こういう感じで投げております。はい、で基本的にリリースの瞬間にボールを離す瞬間にギュッと力入れます。そこだけね、リリースの瞬間力入れて、まあ、ストレートと投げるこのリリースする瞬間、なんていうんですか、力入れる瞬間、100の力、それをスライダーでうんって投げる、こういう感じで
こういうふうになります。ということで、まあ、握りとしては、まあ、これがストレートです。はい、はい、でこれを横にずらします。でこうだよね。そうですね。こっち側ちょっと内側に引っ掛けて、でここは全部つけて、隙間なくここつけて、薬指を逆に下の方に持っていく感じで、ドアノブ最後そうリリースの瞬間だけビュッて力入れてドアノブで曲げていくっていうような翔平さんは投げ方をしています。はいはい、なんで、まあ、ヒロと今スライダー持ってる、さっき言った通りね、すで、はい、に投げていますけれども、まあ、どういう変化があるのか、実際動画が見た人が今の動画を見て投げれるようになるのかなってよね、っていうのをちょっとやっていこうと思います。はい、はい、それではやっていきます。カットに本当に近い。そうね、近い。そう、自分のスライダーラストで。あ、暇。あ、暇のはいいかも。あ、バランスっていうか、わかんないんですよ。はいはい。曲がり幅が。じゃあちょっと翔平さんの方やってみよう。翔平さんのスライダー、こういう握りですね。くっつけてドアノブスライダーやっていきます。よーし。全然こんな感じで曲がんない。今曲がってたじゃん。結構じゃあリリースの時に下げてやってみて。スイーパーだ。スイーパーだ。そうそう、そんな感じで曲がってねえんだよ。お前じゃ形状にならねえ。ああ曲がってる曲がってる曲がってる。今のは曲がってる。横じゃないですか。めっちゃ横滑るじゃん。オッケー、いいね、いいね。曲がってる、曲がってる。だから横でないって、だから本当に大谷翔平選手のスイーパー投げるような感じないです。曲がってるね。曲がってるね。曲がってる、曲がってる。でも曲がり早くないですか。そうね、だから多分それはリリース前にできてないな。あー、なるほど。あべ、抜けた。あれチェンジ。こうですね、それをこう持ってます。ここに引っ掛けます。親指は横です。しっかりとくっつけます。薬指は下です。いきます。てかその前に普通の自分のスライダーでいきます。ちょっとね、あの片つなんでそこをご了承ください。そう、はい、じゃあ今のが自分のスライダー、全力で本気のスライダーを投げれてないんで何とも言えないですけど、なのでちょっと翔平さんの方やっていきます。こちらが回転多いね。横滑り、そう、それこそ本当に翔平さんの片つが大丈夫な時ってスイーパーなんだなって感じがする。あ、今めっちゃ曲がったんじゃない。あ、今めっちゃ曲がったんじゃない。やばい。あそこだね、あそこにアウトローに決まるとめっちゃ曲がる。あそこにコントロールできれば俺はめっちゃ合ってる、このスライダー。掴んだ、俺は掴んだ。ラスト6回して、うわー6回して、うわー、ナイスボー。やばい。 OK、 はい、やってきましたが、はい、いかがでしたかまあね、多分ね、オーバースローの翔平さんも動画で言ってたけど、俺は思いっきり横なんだよ。確かに。だから曲がるのもあるかもしんない。ちょっと下げたら曲がるは曲がるんですけど、こういう動きに対してこういう手の動きだから、ドアノブだからね、こうじゃないから難しかったっすね。なんかそのまんまスッて出やすいのは確かにスリークとか、うん、サイドとかっていうような感じがすごい僕は感じましたね。なんで、うん、僕はすごいやりました。いや、僕実は教わったことないんですよ。直接教わったことはないんで、実際初めて
僕の持ってるスライダーとは違うスライダーっていうのを投げて万全な状態では、はい、もちろんないので、それが逆に変化が大きくなるのももちろん分かりますけど、でも普通のスライダーよりかも曲がってたんじゃないかなと。合う人には本当に合うし、あの動画を見て投げられる人は本当に投げられるということなので、まあね、それこそちょっと肩上がりづらいなっていう選手とか、あとサイドスローの選手が一番合うと思います、うん、まあ翔平さんとね、投球の方ももちろんサイドスリークだったら似てるので、まあそういった方はぜひちょっと真似してみてはいかがでしょうか。はい、はい、まあもちろんね、オーバースローの人でもリリースコツつかめば曲がるとは、縦スラになると思うんで、はい、思いますので、まあそういったところでね、ぜひぜひ過去の動画もね、チェックしてもらいつつ、スライダー皆さん投げてもらえればというふうに思います。はい、ということで本日は過去動画、翔平 TV 鬼スライダー、の動画、僕らが見て投げられるのかどうか、はい、っていう検証の方やってきました。はい、この動画いいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。